はい、どうも、名古屋塾講義チャンネルご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。本日は、名古屋市にある井上塾の春季講習についての話をしていきたいと思います。これは僕が経営をしている井上塾の話になります。春季講習、どういった塾を選んだらいいのか、春季講習ってどういったことをするのか、そういったことにも興味ある方はね、ぜひ聞いてほしいなと思います。そういったものを踏まえて、こういったことをした方がいい。だから井上塾ではこうします。そういった話になりますので、ぜひね、興味ある方は見ていただいたらいいなと思います。ただ、おそらく、もうこの動画が出てる瞬間に、川原通り校はもう多分募集停止してるかなと思います。お問い合わせいただいても春季講習に参加いただけない可能性もあります。弥富通り校の方は空いてますので、小学生中学生の方は弥富通り校に行ってください。そして川原通り校は入塾に関してもキャンセル待ちです。弥富通り校の方はまだ若干名募集してますので、ぜひねそちらはご検討ください。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。まず春季講習って何するのか、これはね大体の塾っていうのが、総復習ですよね。1年間いろんな復習をして、次の学年につなげようっていう考え方だと思います。ただこれねあんまりうまくいかないんですよ。というのはですね、僕らの塾日数無制限フリータイム制という形を取ってるんですけども、それでもできる教科っていうのは2教科から3教科ぐらいが多いです。つまり全教科をまんべんなくやったとしても定着はしないし、練習しただけ、授業を受けただけ、こういったことになる可能性があります。そのためやる内容としては全体的に復習、集団は特になんですけど、個別の場合はね全教科はやっぱりやらないしやれないし、そのため総復習と言いながらもなんかうまく総復習できてないような感じがあったりとかします。じゃあどうやって塾で受けたらいいのか。集団の方はある程度まんべんなく分野を絞らずに対策取ってくれるので、自宅で自分はここの分野苦手だなって思ったら、その教材とかプリントとかをやってみる、これが大事になります。個別の場合はある程度教科がもう絞られちゃってるので、全分野全教科はもう無理なんですよ。そのためピンポイントで自分ができない分野とか対策取った方がいい分野に関してをお願いしたりとか、自宅でも勉強したいとかっていう形がいいかなと思います。これがね通常の春季講習の考え方かなと思います。じゃあ井上塾はどうするのかっていうと、まず塾生と一般生で全然違うんですけども、塾生の場合は冬季講習の時に漏れてる分野をもう分析してあるんですよ。たかが3ヶ月か2ヶ月ぐらいしか経ってないので、できない分野っていうのが急にできるようになるわけでもないです。なんで冬季講習の分野っていうのをしっかりと春季講習の方で埋めていくっていう形を取ります。言ってしまったら穴を探すっていうのを冬季講習でして、穴を埋めるを春季講習でやるって感じです。もちろん穴を探すも穴を埋めるも春季講習でやる子もいます。そして教科に関しては先ほども言ったんですけども、3教科ぐらいがもう限界なんですよ。だからこそやらなきゃいけないのは積み上がってく教科、国語、英語、数学、こういった教科をやった方がいいと思います。また受験生に関して、どうしてもね来年受験だから対策取っときたいっていう方もいらっしゃいます。そういった方は理科社会もやるんですけども、ただ能力的に知識的に難しいという子は夏にやれば全然間に合うので、そこまで焦る必要はないです。むしろ英語、数学、国語ができてないのに理科社会をやってしまうと後々伸び悩んでしまう傾向になります。そのためなるべく戦略的に対策を取った方がいいのがこの春季講習かなと思います。また分野に関しても、例えば数学とかに関しては1学期計算分野文章題、2学期関数分野、3学期図形分野っていうのは分かれます。つまり4月から対策取りたいっていうのは計算分野と文章題なんですよ。だからこの春にもし計算分野文章題ができないのに図形分野とか関数分野一生懸命復習してしまうとどうなるか、4月からスタートが切れなくなっちゃうんですよ。そこで生徒のレベル状態によってはもう4月から学校に合わせれるような状態にする、演習内容だけするっていう形にしたりとかしますね。また中学3年生になる子に関しては復習よりも先取りが必要になる場合もあります。5月ぐらいに中間テストがあります。その中間テストで点数を上げないと内申が関わってきます。そのためもう3月の段階から先取りをしてあげて定着をさせる、そういったことをやる子もいます。これも3年生だからやるとかではなくて、その子によって合わせて対策を取るっていう形になります。だいたいね小学生とかであればまんべんなく復習もできたりとか指導もできるんですけども、中高になると範囲も広いし難しいし、量も多くなるので現実的にやはり難しいんですよ。全教
動が1ヶ月かけてもね、復習は難しいと思いますね。何度も言うんですけども、演習するだけとかであれば1ヶ月全然できるんですけど、定着させるも考えていくと、まあ、1ヶ月で全部やるのは難しいと思いますね。もちろんね、上位のレベルの子たちには全教科できますよ。ただ中堅ぐらいの子たちはまあ3教科ぐらいに絞ってあげる方が本人たちのためかなと思いますね。高校生に関してはもうその子によって全然違うんですけど、例えば高校3年生になる子は復習っていうものをするんではなくて、もう受験対策を始めてます。そのため受験対策用の進捗スケジュールっていうのをやってきます。高2になる子に関しては復習しなきゃいけない分野は復習する、復習しなくてもいい分野はもうしないって感じになります。例えば文系なのに物理とかはもうやらないですね。高校1年生になる子に関しては先取りをしても一気に置いてかれたりとかするので、そこまで先取りを重要視はしてません。ただ数学に関してだけは学校の悪い癖が身につく前に少しだけ先取りしていくことをお勧めします。これはね、別に僕らの塾じゃなくても他の塾でも全然大丈夫です。特に集団で安いそういった春季講習あるんであればね、申し込んでいただくといいかなと思います。ただ勘違いしてほしくないのが、中学の内容復習した方がいいんじゃないかっていう方、これは嘘です。やめた方がいいと思います。中学の内容と高校の内容は全然違うので、高校1年生になる子に関しては先取りをした方がメリットは多いです。復習は何一つメリットになりにくいです。まあそんな感じですかね。一般生に関してもその子の状態を見て判断って形になるので、例えば数学私漏れてます、でもその数学の漏れ方が図形分野で漏れてれば、まあまあこれはね夏ぐらいに埋めた方がいいですよって話になりますし、まあ今の実家埋めた方がいいかっていう子ももちろんいますし、その学校の進度とか本人の状態によりきりです。なんかこう塾って不思議なもので、カリキュラムっていうのが最初から決まってるものに対して生徒たちがそれを合わせるんですよね。普通逆じゃないですか。子供たちの状態に合わせて対策を取っていくのが普通だと思うんですけど、なぜか料理でいうともうレシピがあって素材がどういった状態であってもそのレシピに合わせるみたいな感じなんですよね。例えばパスタの茹で時間って7分8分9分10分っていろいろあるのに、もうレシピには8分って書いてあったら、どんなに時間がかかるパスタであっても8分で茹でるってわけわかんなくないですか。だからそれっておかしいんですけど、なぜかカリキュラムががっちりしている方がいいって思いがち。もちろんケースバイケースで対応するっていうのは優柔不断にもなるし、ぐちゃ混ぜになるし分かりにくいっていうのもあるんで、デメリットももちろんあるんですが、ガチガチのところに合わせていいっていう子は上位のレベルの子たちだけ。中堅とか下位になってくると、やはりその子の状態に合わせていった方がいいかなと思いますね。また個別の場合は合わせすぎて進度が遅いとか量が少ないとか分野が埋まらないとかいろんなことも起きるので、まあ一長一短ですよね。あとはね、春季講習はやっぱり入塾をするかどうかのお試しっていうこともあるので、まあ、春季講習申し込んでいただいた方がいいと思いますよ。僕らの塾ではキャンペーンっていうものはやってませんが、他の塾ではね、やはりキャンペーンっていうものをやってたりするので、春季講習もしね申し込みたいっていう方はいろんな塾でも試してみるっていうのも手かなと思います。ただ塾選びで楽しいからとか自分に合ってるって言っても、なんかそれってね、なんかちょっと違うような気はしますけど、まあ塾選びのね参考にもなるんじゃないかなと思うんで、ぜひね春季講習は申し込んでいただいた方がいいかなと思います。またその中に井の塾検討していただけると幸いです。それでは皆さん、バイバイ。